変だな、なんかピンクがいいんやけどピンクがないっちゃう今。こんばんは皆さん、こんばんは。見てこの肌の荒れ方、めっちゃ肌が荒れてるんです。もうショックすぎる。このライトいらんくない？はライトいらんかったわ。あ、また敗者復活いつまでお水木敗者復活しとるん？いやもうお水木敗者復活し、なんかケイトみたいな感じ。なんかあんま近づけない、ほんとマジで超やっぱかゆいんだけど、超肌荒れしてて、超肌荒れしてて悲しい。こんばんは皆さん。野菜不足かな、ビタミンは取ってるけどね、あのサプリでサプリで取ってます。いちらメイク変えてん、あーでも変えたかな、ちょっとここにラメをいっぱい入れたぐらいかな。いよいよ合宿が始まりますよ皆さん。ギャー、合宿のために髪を染めてきました。なんか髪が黒かったんですよ根元が。でなんかちょっとプリンじゃない、プリンほどはないけど、なんか地毛がこうズン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 って生えてきてたから、美容室に行ってきて、本当は明るくしたかったんです髪色けど、まあオーディションやしみたいな。あんまオーディションで髪明るくてもあんま良くないじゃん多分じゃん。だから一応黒にしましたとさ、黒じゃないけどね、明るくしたかったけど暗めにしました。かまちさんが海なら大丈夫って言ってて、かまちさん知ってるの、オーディションのこと。海ちゃんは可愛いよだって。はいナイスコメントはいナイスコメントです。こんばんは。そう関係ないかな、なんか悪目立ちしちゃったら困るじゃないですか。でちょっと暗めに、本当はね明るくしたかったんやけど、でもいいでしょでも似合ってるでしょ暗いのも。あ知ってるんや、へえ。かまちさんお水木に興味あったんやね。じゃあこの赤じゃないピンクを塗ってみるか。目立てなんぼか、確かに。髪でもいそうだな、ハイトーンの方とか普通に。確かに暗いとね、ヘアアクセサリーが。あそうか、かまちさんアイドルオタクやけんねそうよ、あかまちさんはオタクやけん、そうかまちオタクだから。そうだよ、なんかこの間も言ってたもん、おみちゃんなんとかのアイドルのとか言って、なんかね多分指原さんプロデュース系列かなが好きなんかな確か。でなんか誘われましたね。そうイコラブじゃなかった、なんかねイコラブじゃなかったんやけど、そっち系のアイドルが好きらしい。地下アイドルのなんかも言ってたな、推しっていうか行きたいみたいなライブに誘ってくれたんやけど。おみちゃんにかまおみちゃんにかまちさんに興味は？あおみちゃんがかまちさんにですか？あもちろんありますよ当たり前じゃないですか、もちろんありますよ興味、もちろんあります、あります。いや興味あるかないかって言われたら、まあ、あるって言うとも変やな、そんななんかそんなって興味中興味はないですけど別に
そう、特にそんななんか鎌地さんのお仕事はどう最近みたいなことは特にないかな。鎌地さんだって私が聞かなくても言ってくるんだもん。聞いてないことを言ってくるから私から聞く必要ないんでしょ別に。だから私から LINE することもあんまないですね。あっちから元気かいっては来るけどあんまないかな。興味はありますよ、知りたいくはあるよ、どう現象っちゃろうなっては思うけど、まあ、会った時に聞くぐらいかな。 LINE では聞かんかな別に。これこれね、ワンピースなんですよ、買ったのネットで、ゾゾタウンで買った、2000円。3000円か、2900円の超楽です、めちゃくちゃお気に入り。このポケット何も入っとらんさ、何も入っとらんさ。あーだ、ライトになる。そう、病院行きました、大丈夫だったのかな。かまちさんのことマジで性別知ってます、アセスなの。私は知ってるわ、かまちさんの性別。みんな知らんかもしれんけど私知ってる。かわいい、ありがとう。そうだよ。いや仲良しです、仲良し、めちゃくちゃ仲良しやけんこそ興味ないです、そんな。そう、あ、これ普通にワンピースですよ。なんか丈は膝上ぐらいまでかな、ジッパーで。めちゃくちゃ楽着です、これ。はじめまして、ハッピーさん。いいでしょ、ワンピースなんだよ、膝上ぐらいの丈のワンピース。シーンでね買ってたよ去年、最近買ってないっちゃけど、最近は買ってないけど。あー、そうか、よかったよかった、気をつけてくださいよ、痛いね。仲間っていいですね、いいですよ本当に。たまにあの LINE するね、ブワーって LINE する。私 LINE あんまり好きじゃなくて苦手なんだけど、あのかまちさんレスが早いけん、かまちさん暇人ですかっていうぐらいめっちゃ早い返信が、やけん一回でブワーって LINE できるけんいい。え、バレー見てない、あ、いつあるんですか。バレーさん最近地上波でなくない、はあ、3位になったの長崎2位やん、1位どこ、え、1位、いや横浜か、横浜 FC か。暇人友達少ない。言ってない言ってない。言ってないわ。え、そうなん、お友達いるんじゃない、小町さんいそうやけど、社会人、そう、あ、そう、そう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 、そうだ、だけん多分土日しか LINE せん、あんまりだから土日暇なんじゃない。っていうぐらいレスが早いんですよね。え、そうなの、捕まってませんよ野上さんは。こんばんは、暇な社会人なんかな。え、え、今決勝やってるの、ちょっとテレビつけていいですか、マジスカ学園、マジスカ、え、テレビ、え、普通のあの放送でやってんの、分かんなかったのかな、ちょっとなんか監督の、何の監督だこれ、え、何番でやってるん、何番でやってるん、ないんだけど、 BS でしょどうせ、 BS は映らないんだって。ほら BS じゃん、 BS 映んないの、あ、野球しかないじゃん。え、なんで BS な、なんで BS なんですかね、見れないんだけど。 BS 見れるの、私見れないんだけど、見れない、ムカつく、どうして見れないんですか。鬼滅は見らん、鬼滅は見らんでいいし、バレーみたい。こんばんは、契約、え、もしかしたら見れるかも、なんか設定してないだけで。こんばんは、こんばんはです。
無料なの BS って。じゃあ見れんのかな、どうやって見れんの BS って。なんか設定しなきゃでしょ、違う、設定いらん、どうやってするのこれ。テレビつけないからわかんないテレビ見なすぎてわかんないです。見てこのでっかいニキビ、ここもニキビ、もうおみずきのことをニキビって呼んでいいですよ、いいですよ、もうニキビちゃんって呼んでください。おみずきのことはニキビばっかりできちゃって悲しい。でなんかね、多分なんか最近ね寝つき悪いもん、寝つき悪いっていうか、こう昼間に、昼間じゃない、寝不足だったんですね最近。寝不足っていうか、なんか寝不足だったんですよ。だから早く寝て10時とかに寝たら4時に起きちゃったりとかして、でその次の日もなんか早く寝て、でなんか早く寝て朝早く起きてみたいな、よくわからない生活リズムすぎて、なんかニキビが増えちゃった。そう、不規則です。 あとご飯もかな、ご飯はちゃんと食べれるようになったよ。だって今日でもハンバーガーとか食べちゃったからね、それニキビできますよね。そうなんですよ、ネイルしました今日お昼。どう、オーディションのために綺麗に爪を変えました。オーディション仕様なんで控えめですなんか何、なんか就活生みたいだね私って控えめネイルに、なんでこんな歯白いの私今日、白くね、なんかどうやってし、どうな、なんかさっきさあれしたけんかな、なんかついてるこれ、こんな白いよ私の歯、あこれか、なんでこれ目キラキラに入なってんの、なってないわ歯は白くなってる、見てほらやっぱ白いわ、ちょっとなんか加工ついてるわ、取ります。これが水着の本来の反応白さです。さっきのはなんか光沢が入ってた、キラキラ。そうです。で爪はなんかなんとなくなんか控えめにしました。一色のピンク一色控えめネイルです。だってさ、なんか就活生みたいだね私って本当にそうリップは濃いめ、病気なんです、リップ飲んでるから、みずきリップ飲んでるんですかっていうぐらい塗ってますね、塗りたぐってます。こんばんは、で爪をきれいにしましたっていう話です。それと今日何した、あかカラーしたでしょ、髪は切ってないです、それぐらいかな。お洋服はこれは買いました、 ZOZO タウンで、どこのブランドかは知りゃん、知らんけど可愛いなと思って3000円だったから買いました。あとはなんかあったっけ最近、特にないか、整えてません、毛先は別にそうこのままです。そうなんか昨日も雨降ってたんだよね確か、おととい昨日、昨日は何してた私、昨日配信しました私、してない、配信してないか昨日、なんか寝ちゃったんだっけ昨日も、疲れて寝ちゃったんだっけな、忘れちゃったあれ昨日配信した、してないよね多分、梅雨入りですから、あそうですよね、あしてないわ昨日、昨日ももちゃんとご飯行ってましたご飯食べました、ももちゃんと、ももちゃんっていうのはおみずきの元マネージャーです、
ウームの元マネージャーももちゃんとウームの方と3人でご飯会しました。ももちゃん元気だった。なんか髪型とか変わっててびっくりした。ももちゃんおみずきのマネージャーです。元マネージャーだけど今でもマネージャーのような感じですね。こんばんは。呼ばれてね。そうデミちゃんじゃないよ、ももちゃんだよ。こんばんは。ショートのみちゃんにブルマイド。ほんとね、ショートにしてからなんか全然撮影一回もやってないもんな。そういうなんかしっかりした撮影一回もないわ。まだイベントとかやりたいな、ブルマイドも。短くない髪、短っ。パシリなわけないやん。めっちゃ怒られるっちゃけん、マネージャーももちゃんにめっちゃ怒られるよ。そう、おいちゃん2分でメイクしてきて、メイク直して2分でそうで、お手洗い3分とか言って、私めっちゃ時間にルーズなんですよ。ルーズというか時間を知らない人みたいなさやばいんですよ、病気なんですよ。これは毎年課題にしてるんですけど、もう本当にのろくて何をするにも。そう、ちっちゃい時からもうカタツムリぐらいのろくて、でももちゃんにも撮影前は10分前ぐらいに集合時間を教えてもらって、でももちゃんが5分前にそう怒るっていうかせかして教えてくれる。おみちゃん何分後に行くから何分前には来てって言って、そうで、ももちゃんのおかげで私は一回も遅刻したことありません私お仕事一回も遅刻したことないんだよね。こんだけマイペースでこんだけルーズなのに、学校とお仕事は一回も遅刻したことないまあ配信をお仕事って言うと遅刻しまくりなんですけど、撮影とかレッスンとかは一回もないの。そうけど普段マイペースすぎて病気かと思っちゃう、自分でも。多分病気です。でもさ、それだけフラッシュ暗算できるとやったら逆算しろよって思うじゃないですかね。わかるなんで私こんだけ計算できるのに時間の逆算できんじゃろうって毎回思っちゃうもんね。そういうのなマネさん、この間も今なんか事務所入ってないじゃない、入ってなかったじゃないですか、ずっとウーム辞めて、ずっとっていうか何ヶ月か。でその間に何回か案件とかさせてもらって受けてたんですね、何個かね。そう、それとかもももちゃんに話して、そう、ももちゃんがめっちゃ心配してた、もう私がやったのにって言ってそうめちゃくちゃ心配してた、できたって言って、なんとなくできましたって言って、そうやらないのさ、そうなのさ多分そうかもしれない、そうなの。メンズエステ何それ、そう心配してた。あ、そうか、明日レミタンテレビデビュー、テレビでデビューではないか、そうか明日テレビ出んの、レミさん。見よーっと、楽しみ、見よう、カウントダウン TV ね、見まーす。レミちゃんのうちわを持って持ってないけど、レミちゃんのうちわ、レミちゃん応援隊、レミちゃん応援隊、レミちゃん応援隊。よし。
で、ももちゃんとウームの方とご飯女子会して、でなんかめっちゃ眠かったの、眠くて寝ちゃった、あっという間に昨日も今日も終わっちゃったな。早かねえ、なんか土日早かったな今週。最後まで頑張ろう。確かに見たわ私レミさんの水曜日のダウンタウン、見た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 。レミ先生は明日いっぱい映るかな、楽しみや。え、合宿まであっという間ですよ。でもまだ振りは振りの動画が来てなくて、そうだからまだダンスはしてないです。いつ来るかな。そうなんやけどね、なんかもうあと何日、今日何日 26?に今日、今日23やろ、で合宿が26からなんで、あ28からなんで、マジであっという間に来そう。何にもできずに、あれ当日やんってなって、あ何もできんわってなったらどうする、どうする、そんなことないか。問い合わせっていうか、なんか一応問い合わせもしたんだけど、なんか連絡は来たんです、遅れてますって振りが。そうだからもうちょっと待っててねーって感じだったんですけど、練習する期間、自主練の期間なくないと思って、間に合うんかな、だから1日とかで振り入れないといけないのかな。まあまあまあ、 AKB の時は2時間で1曲入れてたから、できんことはないのかもしれんけど、けどそんと先生がおるのとおらんのでは全然違うけんね。地起こしって自分で起こす、振り起こしするのと、先生が手取り足取り教えてくれるのとではね全然違うから、ちょっと不安ちゃ不安ですけど、不安ちゃ不安ですけど、もうだって遅れとるけん、遅れとるというかまだ来てないけん、なんかどうもすることがね、何もできんしなって感じ。そうよ、細かいの分からないよね、どうしようかね、やるしかないね。もうそうなんですよ、もうなるよりなるさっていう気持ちになってくるよね。今まで何もしてないけんさ、何もしてないけんちょっと心配になってくるんですよ私も。え大丈夫私みたいな、こんなのんきになんかオニオンフィレバーガーとか食べてるけどオニオンフィレバーガー食べてる場合かと思って。そう本番に強いっちゃん私、いけるかな。じゃあ、あラストチャンス、えでもなんかさ、振りがまだ出来上がってないみたいな感じのご連絡だったんで、その準決勝決勝で上がってる方もまだ振りもらってないんじゃない。踊ってる人いました、いた、もう振りの練習してる合宿行く人いる、いた、なんか配信とかでいないんじゃない、もしかしたら、もしかしたら、もしかしたらとか多分そうだよね。決勝準決勝で早く上がった人もまだ手元にないんだよね動画が多分。そうだと思う、だからたぶんみんな一緒なんだってことは。ん？でしょ、たぶんいないでしょ芸能界の時間がごで、でも結構そうですよ、芸能界っていうか芸能界、でも本当にそうだよ。 AKB の時もそうだけど、もうキンキンで決まるから、普通にAKB 卒業してからもだけど、
本当なんかすごいすごいですよスピード感は。だって私2019年の11月9日に劇場でデビューしたんですけど、劇場でお披露目が11月9日なんだけど、お披露目するのが決まったのは確か2日前。そう、2日前に突然電話でなんか9日にお披露目する件、明日東京来れるみたいな、明日東京来れるか今から来れるみたいな、どっちやったっけ、でもほんと急だったの。明日来れるだったか今日来れるかだったかで、すごい急いで準備してで行って、そうお披露目だったから、そうだよ、そうだし、もう大体そうですよ。私いろいろなんかさ TGS とかゲームショーとか、ゲームショーとかビファーデのアシスタントとかやちょいちょいやってるじゃん。ああいうのもほんと前々日、ビファーデに決まったような気がする。で3日間でダイエットをするみたいな。そうなんですよ。なんでまあそんな珍しいことではないですよね。そう、顔かわいい無理だって、めっちゃ嬉しい、かわいい、ありがとう、かわいい、なんでそんなかわいいって言ってくれる、めっちゃ嬉しいやんか。めっちゃ嬉しいやんか。そうですよ、ありがたいことなんですよ。でもなんかさ、もうちょっとそれに慣れてきて、私もね、だから慣れてきたっていうか、もうそれが普通だと思ってたからさ。そうそう、私だって高校卒業してもすぐそのアイドルやってるからさ、そうなんか社会人とか経験して、社会人とか経験してないから、もうそれが普通やと思って、もう慣れるとかいうよりかはもうそれが普通だと思ってる。そうだよ、予定めっちゃ入れづらいんですよ。だからそう、ちなみに私が長崎に帰ってる間に流れたお仕事とかもあるし、そうだ、そうそう、そうなんか長崎いる間にこのお仕事あるけど、あの今どこいますかみたいになって、あ長崎いますみたいになって、そう飛行機取れなくて、ちょうど先月とかもあったし、その前もあったな、なんかスケジュールが合わない、そうそうだ、ちょうどあの友達と大阪旅行に行ってる間とかに連絡が来たりとかもあったりするから、そうなのよね、本当に難しいんですよねスケジュールは。可愛いな、仕方ない、めっちゃ嬉しい、もっと褒めて、もっと褒めて、友達に言ってるから、そう、それね、本当私もなんかあの AKB の時の方がもっと予定入れづらかったです。で NG の日はあの先に言うじゃないですか、あの先に言うじゃないですか。あの来月は何日と何日は NG ですって言ってるじゃないですか、それ以外は開けとくじゃん。でもさ、その NG 以外でもさ、友達がさなんか来週の何日空いとるって言って、あ来週空いとるよってご飯行く約束しても3日前とかにお仕事入ったりするけんね。そうよ、友達ドタキャンしがちだよねアイドルって。多分誘えてない、え嘘、でもまた行くけん来るって。また行くばい、マジで。私さ、大阪のなんかもつ煮みたいなやつがめっちゃ美味しくて、もう大好きになっちゃった。あともう早く食べたい、早く食べたい、たこ焼きめっちゃ好きやった。そう入れない日、あそう入れない日、そうその日はそうなんか家の用事とかいう日は NG 出すやん。 それ以外でもね予定入れづらいんですよね。そうだよ、だってレミちゃんとかも
レミとか本当今今の前より多分忙しいじゃん 100% だからもうレミとの予定はもう立てづらいですね。予定何日にご飯行こうかって言ってたけど、ごめんその日なんか入ったとか、なんか公園の何代打になったとかそうとかレッスンが入ったとかさあるけんね。そうなのよ、レミちゃんとの予定立てづらいよ。だけやみちみちに言われませんね。そうだよ、そうそう、いろいろね難しいっちゃんね、そういう予定立てたりするのは。でも私結構好きやけどね、なんか定時よりかはそっちの方が好きかも。定時で5時朝10時から5時まで働いて土日休みよりかなんかそっちの方が適当にスケジュールある方が私は好きかも。もう慣れてるしなそっちが。あとあれよ、私CA さんの学校通ってたからさ、で実習とか行ってたんですけど、実習も朝の5時から12時とかなんか適当なシフトっていうとシフトやけんか、毎日決まってなかったのが楽しかった明日5時起きかみたいな、明日12時に起きてるやんとか2時からやけん、そう適当に毎日違うそうスケジュールみたいなの結構私は好きだったな。 CA やってる時も、実習ですよ、実習やってる時も楽しかった。フォローありがとうございます。カッパのおみずきです、よろしくお願いします。ティーで働くと肩こりそうって、肩こりよね、そりゃね。私もなんかデスクワークとかさ憧れる。おみさんもいつかなるかもよ、また航空業界に。大丈夫だね。そうね、私結構何でも楽しいってやってきたな。実習もまあアルバイトはしたことないんですけどやばいよね、私超箱入り娘みたいになってるんですけど大丈夫ですか。やばいね。ダンディ巡査久しぶりだ。あ、こんにちは、おのめです、久しぶり、おひさーね、なんかバイトしたいな、マックのバイト。でもやっぱケンタッキーかな、今はケンタッキーのバイトしたい。でケンタッキーくれんかな、なんかの残りもんみたいなやつで。したっけ、ある、一日あれですか、3日やったよ、3日3日やったんだよ確か、私アルバイト。そう、おみずきはアルバイトしました、確かに。かわいい、ありがとうございます。あ、痛いね、大丈夫ね、ヘルニアかもって言われてた。どこかな、腰とか首とか。いやー、いたかよ、友達もヘルニアになったお友達がいて、でも治る、なんかあんま治りづらいみたいなこと言ってた気がする。大丈夫、ケンタッキー食べた、美味しかったもん今日久しぶり食べたら。マジで、いいな、いたよケンタッキー社員さんが、めっちゃいいじゃん、買いに行くって。いいよ、スマイル担当で私、マジでスマイルくださいって言われたら
おのめさんつってはーい、もう走りながらスマイルはい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 、スマイルくださいニコスマイル担当で、スマイル担当の人っているのかな、本当にスマイルくださいって言ってみたい、一回言ってみたい、スマイルください言ってみたいな、私もスマイル返しする、スマイルくれたら首か痛かね、大丈夫、そうもう走って奥から奥から奥からこうやって笑顔、どちら様ですかスマイルの方って言って、そう言ってからスマイルプレゼントする、レシートになりますって言ってスマイル0円の領収書いりますって言ってから、さすがにでもスマイルだけくださいとかいるのかな、本当にいるのかな、え、レシートってあんのかな、スマイル0円のあんのかな、ないか、ない、さすがにない、言われたいのでは、え、な、言われたいのではって、みたいな、スマイルならお金取る、とえスマイルくださいだっていいよ、でもさ、もうずっとスマイルやけんさ、どうしよう、もうもうこれ以上のスマイルないっちゃけど逆に怖くなってしまう、マックルはいいですだけなんだ、なんか女子だとたまに言われるらしい、そうなんだ、やっぱりなんか可愛い子やったらさ、可愛い店員さんとかさ、スマイルもらいたくなるよね、はい、ずっとスマイルでいます、ハワイにしてる、動画全部、あ、そうなんだ、スマイルくださいって、はい、スマイルあげます、こんばんは、あ、そうなんですね、私は3回だけアルバイトをしました、で、3回中、え、違う、4回やったかな、4回中なんか3回ぐらいがなんか着物っていうか着物の着付けの練習と配膳の練習と、あのお茶のお茶の入れ方とお茶の入れ方となんか接客の練習と、でなんか座学よ、座学、なんか動画を見て、動画を見てなんかとか動画を見て練習するんですね、歩き方とかの練習、そうお洋服の着方、着物みたいな感じやったっちゅうけど、なんて言うんじゃろ、ああいうのなんか浴衣みたいな、そうのを着て、あの畳の、あ、なんて言うと、畳のあそこは踏んじゃいけませんよとかそうとか、あの歩き方はこうですよとか、お客さんの前では座り、お客さんの前での座り方とか立ち方とか、あの、ん、配膳、配膳、配膳の練習仕方、どっからどこ、何の料理から出すかとか、料理の説明とか、それを3日間研修して1日だけ実践してオーディションに受かって辞めましたオーディションに受かって辞めましたね、そう一瞬だった、1日だけでもやったんだよ、私だって、そう、料、そう料亭みたいな感じ、そうちょっとなんか料亭って言うと大げさやけど料亭ですかねそうでしょう、おやすみーケイティさん、そうだよ、それであの練習したんだけど全然実践できなかった、そうそう1日だけだから実践は1日したのちゃんと、でめっちゃみんなに可愛がってもらえたたった1日で、めっちゃ楽しいと思って、このお仕事なんかめっちゃ可愛がってくれるじゃんと思って、みんななんかお客さんから可愛がってもらえる仕事ってさ、なんかなくない、あんまり
けど本当になんかね結構お偉いさん料亭みたいな感じだったから結構なんかそういう若者とか来ないんですよ。若者とか来なくてなんかおじいちゃんしか来ないんです。おばあちゃんもたまにいるけど基本なんかおじいちゃんお偉いさんたちがいっぱい来るの。そうでお偉いさんたちはおじいちゃんたちはなんかなんかあの優しいんですよお偉いさんたちは。それで可愛がってくれてお客さんに可愛がれるってのも変やけどそうでなんかおじいちゃんたちが初日ねって言ってから福岡やったっちゃけど初日でーすって言って頑張ってますってさ適当すぎやろ私。そうめっちゃ喋るの好きだからさおじいちゃんたちとも仲良くなってそうでビールをこぼすっていう最悪ですね。たった1日しか私アルバイト実践してないのにたった1日であのジョッキみたいなジョッキじゃないあのこれやこれあの普通のグラスのビールをこぼしたんですね。すいませんあの時のおじいさんすいませんでした。めっちゃ優しくてはあみたいになって私もでなんかそのおじいちゃんと手が当たっちゃったのこう渡す時におじいちゃんなんか宴会だったんですけどその時みんないてそうでおじいちゃんと手がバーンってぶつかっちゃってうわーってなっておじいちゃんの社長っていうおじいちゃんじゃなくてなんか社長さんみたいな偉い人の、スーツにブワーってかかっちゃったのコーヒーがビールがビールだったビールがバーンってこぼれてそうすいませんってすいませんとか言わんよ申し訳ありませんって言ってめっちゃ謝ったんです。そうでも全然優しくてよかよかって言ってくれて全然よかよって言ってくれてすいません。いやよかったのよちょうど仲いいおじいちゃんでなんかその日もう一日ずっとそのお部屋の担当だったからずっとお酒ビール持っていく担当でついでたからずっといろんな人についでたのかそうだりとか持ってたりとかいろいろしてたからそこの部屋の担当だったからそう許されたんだけど最後の方でそうだよめっちゃ優しかった。あそうそうあの孫の嫁に来てくれんかって言ってたそのビールこぼしたおじいちゃんがそうだよそんなジョークを言ってくれるぐらい優しかった。ビールこぼされてるのにそんなジョークを言ってくれるのそうべっぴんさんやーって言ってから褒めてくれたいっぱい嬉しいべっぴんさんって言われると嬉しいですね。やっぱ誰に言われても嬉しいわ。でも全く怒られなかったそのお店の人にもお店の人にも全く怒られなかった。なんか笑みんな笑っておしまいみたいな感じでそう楽しく終わりましたね。だから本当なんかその日一日私なんかいいことしたかなみたいななんかゴミとか拾っとかんばなとか思いながら帰ったの覚えてるな。そう天神やったっちゃけど天神やったかな。そういっぱい特番積んどかんと思ってその日一日なんか本当にハラッキーやったと思ってよかったですよ。孫の嫁に欲しいな。そう孫の嫁になってくれんねって言って天神だからできた。そう福岡だった。福岡でやってましたね4日間お水木のアルバイト経験はたったの4日。3日やったけど1日しかほぼやってないんですよ。しかもなんか最初に尾上さんは受付でどうですかって言われたの。受付の方がさ
嫌じゃん受付は嫌じゃん、嫌だって言いたかったんやけど、もうやるしかないやん。そうでもなんかちょっと嫌なのがバレたのか、受付はせんでよかったなんか受付ってさつまらんやん。だってなんかそう、私受付さじっとしてられんくて、そんなあの回転が早いとかじゃないから、そのお店がそういっぱいお客さんが来るとかじゃなくて、もう予約してるして何組かだけだから、そんなバンバン来るわけじゃないから、なんか受付ってじっと立っとくの嫌だと思って、そう受付どうですかって言われたんやけど、あ受付ですかって言ったら嫌だったのがバレたのか、そう普通に配膳の方にしてくれた。でいつも長い畳の廊下があるっちゃけど、畳の廊下でいつもウキウキしながら、誰も見られてないって思ってウキウキしながら、いつもそこをスタ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 って歩いてたそうなんかそう長いのよ廊下が、めっちゃなんか畳の和室やけんさ、和装やけんさ、めっちゃ廊下が長くて、でなんかさそこがさ楽しくて、そこ歩くのがなんかあの千と千尋みたいな気分やん、わかる？千と千尋大奥みたいな、なんかそういう感じやんそうでなんかあのなんかさあの昔物語みたいな雰囲気で楽しくて、いつも誰も見られてないって分かってたから、あの笑顔でいつも一人でルンルンしながらそこ通ってた。楽しかったんです、またやりたいわ。いやマジで私めっちゃ笑顔で、どうせ誰も見てないやろと思って、めっちゃ笑顔でいつもフンフンフンって言いながら歩いてたやばいね、やばすぎる。それを4日間です。しかもなんかアルバイトのくせにめっちゃ長かったんやけど、アルバイトのくせにめっちゃ長くて、1時間とか2時間とかじゃなくて5時間とかやってたの。暇かよみたいなね、暇です。多分私その時5時間とかやってたよ。それでいろいろ学びました。接客はでもまあ接客はまあプロっちゃプロでしたからね、当時は。一応ちゃんと接客の専門学校に通ってたって言っても過言ではないぐらい、接客のお勉強を毎日してたから、それはね楽しかったですよ。やっとこさ実践できると思って。そうまかないあったよ。あったばってんがあったばってん、なんかねなんか美味しくないじゃんでもお店の名前とか言ってないけんいいもん別に。そうでも私がガキンチョすぎて美味しくなかった。なんかおじいちゃんおばあちゃんたちはなんか舌が超えてるんですよ皆さん。そうなんかお金持ちの方が多くて、なんかそうなんか美味しくなかった。なんか美味しかったけど、なんか普通の炊き込みご飯でよくないとか思っちゃってたずっとなんかね、なんか生姜じゃないな、なんていうっけあれ、みょうがの炊き込みご飯みたいな、なんかみょうがの混ぜご飯みたいな、みょうがとなんかよくわからん大葉みたいな、大葉とみょうがみたいな、なんかようわからんけど、えなんそれみたいな、そんな食べ物食べたことない、私庶民は食べたことないみたいなのとか、湯葉とか私美味しさわからん、まあ、今食べたら美味しいと思うかもしらんけど、なんか豆腐の皮美味しいと思わんくて当時は。そうで私はこれ美味しいのかなと思いながら、まかないはもらってたよ一応、おにぎりにして
そう、なんかおにぎりにしてもらってたけど、あんまり美味しいとは思ってなかった。美味しいの湯葉って、なんか当時はなんか湯葉はなんか味しなかったそう、薄味だったかな。ちょっとあんま味は覚えてないけど、あんま美味しくなかったっていうのは覚えてる。そう、私ポテサラとかナポリタンとかオムライスとか食べたいっちゃうけど、なんかそういうみょうがとか、みょうがとご飯って合うんかみたいな感じでしたね。でやめました、1日で。そういう、そう、そう、そうだ、若向けの向け、若者若者向けじゃないけん、確かに薄味だったのかも。そうなので、あのやめますって言ったんですけど、嘘ついて、あのちょっと就活が、あ、そう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 、香りを楽しむ系や、香りは良かった、だから騙されたんだ、思い出したわ。めっちゃいい匂いじゃん、美味しそう、パクッ、あ、足薄まずみたいな感じになった感じ。まずとは言わんばってん、あんま美味しいとは思わんかった感じ。そうで、なんか辞めるときは、就活が忙しくて辞めますって言ったんですよ。そしたら、大変だよね CA さんの就活って言われて、 AKB に受かったなんて言えないじゃん。そうだから、はい、めっちゃ忙しくて、はい、CA さんの就活どんな感じって言われて、あ、今どこ受けてるって言われて、あ、JAL ANA みたいな、適当に言っちゃったの、適当に言いました。そう、それで結局バレたんかな、バレたんだったか忘れたけど、あの私の周りの友達も一緒に行ってたから、そう、なんか友達づてでバレたみたいな感じの話は聞いたような、あったような、なかったような、アイドルになったみたいな、店長がなんとかかんとかって言ってたような気がする。ちょっと演技しちゃった私。そう、そうだよね、就活バイト始めから分かってたことなんですけど、もうそういう嘘しかつけなくてね。え、私絶対そうだよ、大人になっても絶対ハンバーグ師匠になる。おみちゃん全然つけない。え、つけるよ。でもバレてたかな。でもあのそれっぽいこ嘘やけんね。がっつり嘘、がっつり嘘っていうか、なんか、うん、いけましたねギリ。そうなんだ。大家さん実家、そうなんだ。東京？あ、福岡か。かっこいい。そう、就職先店長に本当のこと言って、いやいや店長に大嘘ついたのだってオーディション受かってもお披露目まで絶対誰にも言うなって言われていたから、家族以外知らんかったよ私のお披露目まで。そう、誰も私がお披露目するまであのアイドルになるなんて知らなくて、言っちゃいけんって言われたけんさ、誰にも言わずにオーディション受かってから3ヶ月ぐらい、長かった。3ヶ月みんなに黙って、私こいつ突然バイト辞めたぞみたいに思われるし、周りの友達にも、そうにも思われてたやろうし、いろいろ不思議な行動をとってたと思う、その3ヶ月間。オタクやった。お披露目はね劇場です。劇場で一人でしましたね。え、あ、言いたかったよ。そうなのよ、めちゃくちゃ口固くて誰にも言わんかったよ。最近どないって、最近元気絶好調でございます。
そうなんですよ。懐かしいな。なんかあとリュウさんにも言わんでねって言って、だからリュウさんがさポロって言っちゃないかなと思うのをめちゃくちゃ気にして、あのリュウさんに言っちゃダメだよ絶対怒られちゃうから言っちゃダメだよって言ってたのに、リュウさんは私がお披露目する間に言わんやったどころか、私が活動して卒業するまでも一回も一回も誰にも言わなかった。恥ずかしい逆に恥ずかしい。なんでリュウさんってあんな私のことさみんなに隠すんやろ、ひどいよね。あん時あんな焦ってさ、今日言ってない？友達とかに、とか言ってないやろうねとか言ってさ、1週間に1回ぐらいさ確認しよった後にさ、気づいたら5年間誰にも言ってなかった逆に言ってくれってなってますけどね今は。だって職場のあのお仕事の公務員なんですけど、ゆうさん仕事のなんかパイセンとかにも誰にも言ってないらしいよくない？誰にも言ってないで、誰にも言ってないまで聞かれんしとか言って、聞かれてもあの適当に言うとか言って、絶対言わんよ、言わん、ひどいね。なんか恥ずかしいんかな、恥ずかしいんですか。公務員です。165人、うわありがとうございます。165人ね。そうなの、リュウさんは誰にも言わない、友達にも言わない、友達にも言わなくて、でなんか大学に通ってたんだけど、うちの相方大学でなんか一瞬広まったらしくて、なんか尾上くんの双子の相方がアイドルしよるらしいみたいなね、広まったらしくて怒られたんですよ私、なんでか。ねえみーちゃん今日最悪やったとか言われて、どうしたりゅうさんって言ったら、今日はなんか友達、その大学の友達に尾上くんの相方ってアイドルなのって言われた、うわーみたいな。え何が嫌なのりゅうさんに何が嫌なのって言って、嫌だ俺目立ちたくないとか言って、そんな噂嫌だとか言って、いや噂とかじゃなくて現実ですよあなたの相方はヘラヘラして生きてますよずっとって言ってアイドルしてますよって、ね、キャピキャピやってますよって言って、そう野上くんは多分私が恥ずかしいみたい恥ずかしいみたいです。でもなんかショールーム見てるらしいです。私のショールーム見てるらしいよ、やばくない？リュウさんたまに見てるらしい、だからリュウさんの悪口言ったらバレちゃうよ。うまい言わないか、聞いたことないけど。でもなんかあの LINE ライブの時はあんま見てなかったのにショールームは見てるらしい。どうやって見てるんって言ったら、なんかオーチンが見よるけん一緒に見よるとか言った。オーチンかなオカンかなんかどっちかが見よるけん一緒に見たりするとか言った。ブーちゃんって呼ばれるんやけど私、ブーちゃん今日どういう話しよったねショールームでとか言ってくる。バレてるんですよリュウさんに。そうなんですよ。で定期的に言われるね、配信で俺の話せんでくれ一回も言うこと聞いたことないリュウさんの。ずっと言われ続けてるけど、ずっと喋り続けてるリュウさんの情報リュウさんの情報をばらまいてます私は。イカを釣ってきた話とか何でも言っちゃう。ごめんねリュウさん。でも仲良しですよ、喧嘩もしたことないし
まあ本当に怒ってきたりしとかはしないよ。ショールームで花さんでみたいなのも言ってはくるけど怒ったりはしない。また俺の話したやろうとか言って。はい、ありがとう。みこスマイルのプレゼントかまちさんに真似されるんだから。かまちさん悪意あるおみずきのモノマネしてくるからねとかしてくるの。ひどいよ。面白い話いっぱい持ってるし、りゅうさん結構変だから、もう本当に変すぎていっぱい出てくる面白い話。超変人だよ。私と一緒ぐらい変だと思います。スカイラブハリケーンする中です。今日も3回ぐらい電話した。今日一日で俺が聞かせて言うて相手連れてきたらお家よりお父さんっぽいセリフで、え、マジで、あの私多分結構できないですよなぜならばうちにはお父さんよりも厳しすぎる男がいますから。うちにはめっちゃ厳しいよ。私の結婚相手とかいう話になったらもうリュウさん不機嫌超不機嫌。みーちゃんってどんな人と結婚するかなとか、親戚の人とかさ、親戚の集まりとかでさ言うやん。そういう話になったりするじゃないですか。もう不機嫌ですよリュウさんは。結構みーちゃんは俺が認めた人しかダメみたいな。マジでやばくない？もう怖いでしょ。だからリュウさんのせいで結婚できないとかなるかもしれないね。そう泣いちゃうやろ。絶対泣いちゃう。こんばんは久保くん、頑張ってください。ありがとう。面白いのものはね、お父さんより泣いちゃいそう。え、絶対泣くと思うよリュウさん。俺が認めた人しかダメ。髪の毛なくても行きますか？え、髪の毛とか関係ないじゃん。だってお家もそんなないしだって私の、理想の結婚相手、理想像はお家ですから。見た目じゃないですね。お家の見た目別かっこいいと思ったことないし、そう一回もないし別に。けどお家が大好きなんです。誕生日なん？パレードリューダンさん6月 24? え歌っちゃおうかしら、歌っちゃおうかしら。それはリュウさんが結婚されたって厳しいでしょ。あーでも、うん、厳しいかな。いや厳しいっていう、厳しいっていうか、厳しい。仲良くはしたいな。でもリュウさんのあのパートナーとは仲良くしたいわ。ですよね、ですよね。一緒になんかピクニックとか行きたい、リュウさんの家族と。いい家族でしょ。お父さん嬉しいね。そうね、お家泣いてる。いや、お家は全然そんな喜ばない。またニキビできた。あー、みんな助けて、みんな助けてね。ここまたニキビできたんだけど。あー、もうパレードリョダンさんのお誕生日をお祝いして気分を上げるしかない。ならないよ絶対。仲良くするに決まってるやんか。仲良くするに決まってるじゃん。私はもう許されないんで、結婚とか彼氏とか許されないですよ。男友達ですらもあのリュウさんのあれが入りますからね。そんな超厳しいですよ。そんなだからもう無理です私は。大きな高い壁があるから家にそれを許されないです。おもちゃんでいいんじゃないの？リュウさんの？え、おもちゃんが嫌って言うよ絶対え、誕生日なの？え、そうなの？いっぱいお誕生日じゃん。
AKB 入る前から、あ、そうだね、確かにそう言われるとそうかも。入る前からめっちゃもうそうだよ、なんか私がアイドルだから厳しいとかそういうことじゃなくて、もうだからさ、まあ大体中学生ぐらいになったらみんなさ、なんとかくんが好きとかさ、なんとかちゃんが好きとか言ってさ、なんかまあさ、恋愛がなんか始まるやん中学生ぐらいからね私中学生ぐらいの時からもリュウさんに厳しく言われてて、そう、めっちゃ怒られてたよ、なんとかくんと、中学生の時とかね、なんとかくんと二人でファミマにおったやろって、あ、おったおったって帰り道メルティーキスバ買って帰ったばいってなんでなんでなんとかくんと二人で、え、たまたまさみたいなそれですら怒られますからね、なんでとか言って、あ、まあ、たまたまならいいよみたいなたまたまやったらよくよかよ、いや、だから噂とかでさ聞いたんじゃない、たまたまいたんだけど、しかもなんか本当にたまたまで、一緒に帰ってたまたまファミマに行ったとかじゃなくて、たまたまファミマで会った子って怒られましたね、何してたんとか言われて、ファミマに行って怒られますかね、鬼に金棒そんな能力ない、筋トレしてマッチョになってる筋トレしてるわリュウさん、めっちゃそれは厳しいですよ、そう、超厳しいし、超厳しい、いろいろ厳しいです、のなんか異性関係とかじゃなくて、喋り方とかも、口じゃない、言葉遣いとかも厳しいです、うまいとか言っても怒られちゃうからね、怖くない、私がうまーとか言ったら、うまいじゃない、おいしいでしょ、美味しいそう、なんかね、それなーとか言うのも怒られてた、それなーとか言わんでみーちゃんとか言われて、まあ、今はさ結構なんかもうなんか世の中的に世間一般的それなーとか言うじゃんみんな、でもなんかそれなーが流行りだした頃とかは、なんそれなーとか言わんでみーちゃんそんな、怒られてた、で言葉遣いは厳しいですね、そうだよ、まあうざーとかはいいけど、いや怒られてたな、中学生ぐらいの時言葉遣いとか、じゃあちょっとお誕生日をお祝いしたいと思います、好きじゃないんだ、そう、私もでも言葉遣いには気をつけようと思ってはいるけど、それな結構使うな、え、それなって言っちゃうもん、気をつけようワンちゃんが流行ってます、え、なんワンちゃんって、ワンちゃんワンちゃんワンちゃん、あ、ワンちゃんね、あ、それワンちゃんあるわ、ワンちゃん、いやワンちゃんも使うね、私ワンちゃんは使う、ワンチャンスでしょ、そう、ヤゼカ、そうだよ、ヤゼカは全然余裕で、リュウさんも言う、やっぱリュウさんそういえばなんかそれなとか言わんわ、ワンちゃんとかも、あの人だって英語でワンちゃんとか言わんね、英語ですちょいちょい喋ってくるけん、それなとかザツライとか言ってきそうやもんオフコースとか言って、オフコースアイウィールとか言ってきたもんこの間だるくない、そっちの方が嫌なんだけど、私それなよりさ嫌じゃない、オフコースアイウィールとか言われて、なんか何だかな、なんかどっか行くみたいな、何だかするみたいな言ったら、オフコースアイウィールって言われて、なんやねんと思いましたけどそうだそれなとか言わないんだよ、ああいうこと、もう変なんですよ、とりあえずイヤホンつけて歌いたいけど、イヤホンがないから、アカペラで行くぜ、では皆さん、バレエのルダンさんお誕生日お祝いしたいと思います、ハッピーバースデー。
ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアバジルダンサー、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう、おめでとう。この間そういえば酔っ払ってたけど大丈夫だったかな。おめでとう、いつもありがとう、素敵な一年にしてね、ハッピーバースデー、イエーイ、バチ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 。あ、ダンディさんも22日やけんか、うん、ちょっとだいぶ遅くなっちゃったけど、おめでとう。久しぶり見つけてくれたんやろ、私のこと、ありがとう。イエーイ。ぜひ今日機会にダンディさんもまたお水着ハマってください。失礼しちゃって、いいんですよ、酔っ払って私のことを褒めちぎってくれたから、いいんです、いいんです。お水着ももう、ん、初見になってたね、初見、初見が外れてビギナーも外れて子さんになってください。たおめおめおめって、お前みたいな聞こえない、おめえさ、長崎のおじいちゃんとか言う、おめえがって、おめえと、いい酔っ払いだった、いい酔っ払い。長崎帰りた、誰今長崎のおじいちゃんの話した人、帰りたい、発作が出そう、帰りたくて。え、そうなの、愛理ちゃんと、あ、そうなんだ、登録し直したんだね、紹介紹介ん、コメント見えてるよ、ずっと見えてる、あ、飛ばしてた、まさか、リフで会いましょう、イエー、チフレム待ってて、おめえだよ、おめえだ、おめえだ、おめえだ、やばい眠くなってきた、やばい眠くなってきた、なんでこんな眠いんだろう私最近、どうして、毎日眠くて眠くて、成長期ですか、成長してんだな水木も、きっと去年も1センチ身長伸びたし、まだ身長伸びるんかな、あら、そうなんや、愛ちゃんおめでとう、愛さん、愛さん知らん人やん、愛ちゃんとか言っちゃっていいの、おめでとう佐藤愛ちゃん、いつも可愛いなと思って見てます。そうなの、飛ばされがちみたいな、そうなのかな、やばい、結構マジ眠くなってきたんで配信終了したいと思います、すいません、うん、マジで眠い、ほんと眠い、どうしよう、はい、じゃあちょっとお兄ちゃんおねんねの時間なんで寝ます。第13位たかりんさん、ありがとうございます。第12位おできちくん、ありがとうございます。第11位ブリットさん、ありがとうございます。第10位ふみさん、ありがとうございます。第9位えびさまさん、ありがとうございます。第8位アリさん、ありがとうございます。第7位ヤスさん、ありがとうございます。第6位セタンカさん、ありがとうございます。第5位糸井さん、ありがとうございます。第4位オピソさん、ありがとうございます。第3位大好きさん、ありがとうございます。第2位ブルーマンさん、ありがとうございます。そして第1位に輝いたのはこちらの方、ドン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 、じゃーん、翼さんありがとう翼さん、いっとこう2キロできとっちゃけど、めっちゃ怒ってる今私、ここも肌荒れしてて、ここも肌荒れしてて、ここも肌荒れしてて、ここもニキビあって、ここもニキビ、初ですか今日1位、ありがとうございます、1位だって
ありがとうございます。パチ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 。結構私本当に今めっちゃに眠くてやばい。やばい。じゃあニキビになりまして、え？やめて。ニキビ嫌いやけん。だって痛いやんこれ。これニキビなんかなんこれ。これ絶対やばいやろ。この顎ニキビって。やばい、なんか眠くなってきた。睡眠薬飲んだぐらい今突然眠くなってきた。お疲れ様。じゃあ皆さん明日もお仕事、あ、お仕事明日？お仕事か。皆さん明日もファイトです。合宿遅刻しないよ。じゃあ皆さんおやすみなさーい。